はい簡易権流系の使い方を説明します。はいこれが簡易権流系です。 まず針の触れる向きが電流の向きを表しますそして針が示す目盛りの数字この目盛りの数字が電流の大きさ単位はアンペアですそしてスイッチを大きい電流を測れるこちらの電磁石側にすると5アンペアまで測れます右側のモーター豆電球側にすると小さい電流 0.5アアンペままで測れますそして針が左右のメモリ例えばこの3というメモリを指していれば電磁石側にあれば3アンペアモーター豆電球側にスイッチが切り替えてあれば0.3アンペアと読みますはい教科書に必ず注意書きがあります簡易検流計だけを乾電池につないではいけないという 注意書書きが必ずいいてあると思います、はい、スイッチを電磁石側に合わせた時には、はい、左側これは1と2のちょうど間左側の1と2の間でもこれは1.5アンペアと読みますそしてちょうど3を指している場合右側の3もしくは左側の3を指している時には3アンペアと読みます。 スイッチをモーター豆電球側にしたときにこの針が1と2のちょうど間にありますからこれは0.15アンペアと読みます。そして3右側の3もしくは左側の3のところに針が刺していれば0.3アンペアと読みます。 はい、今度はです、ね、簡易検流計にこういう細かいメモリがついている場合について考えます、はい。まず考え方ですが、一番小さいメモリがいくつかを考えればいいということなので、はい、1から2、まあ、2から3でもいいですが、メモリとメモリの間が何等分になっているかを考えます。ということは、これは1、2、3、4、5ということで、はい、5等分になっています。 そして今、電磁石側、5アンペアまで測れる電磁石側にスイッチが入っているとすると、この1メモリが1、2、3、4、5アンペアと読みますから、はい、1つのメモリが1アンペアです。それを5等分 1÷5 で0.2アンペア。はい、この最小メモリ、小さいメモリの1つ1つが0.2アンペアだということがこれでわかると思います。はい、では実際に問題を解いてみましょう。 はい、まず、スイッチは電磁石側に入っているとします。はい、そして、はい、今、左側ですが、ここの場合には、1と2の間で、小さいメモリが1から1つ、2つ右側にあります。さあこちらは電流の流れる向きは逆で、えー、3メモリから、はい、小さいメモリが1、2、3、4つ左側にあります。はい、何アンペアって読めばいいでしょうか。はい、まずはい 1>, 1と2の間が5等分なので最小メモリが0.2ということはこの小さな一番小さいメモリが0.2アンペアということですからはいこの左側は何アンペアと読みますかはい言ってください。はい1.4アンペアと読みます。さあ右側はどうですか ?3 から小さいメモリが4つ分左に来てます。はいこれははいいこれ 言ってください。はい、正解は3.8アンペアと読みます。よく分かったでしょうかさあ、今度スイッチはモーター豆電球側にしました。ということは、この大きい1が0.1アンペ、は、ア、い、2が0.2アンペア、0.3アンペア、そういうふうに読みます。ということは、この大きなメモリの間が、はい、5等分ですから。 1>, 1メモリ、大きなメモリが0.1アンペアなので、5で割ると、はい、0.02アンペア。この小さい1メモリが0.02アンペアということなので、はい、左側、はい、何アンペアと読めばいいでしょうか言ってください。はい、正解は、0.14アンペアと読みます。さあ、最後の問題、右側、はい、これを何アンペアと読めばいいですかはい、言ってください。 はい、正解は0.36アンペアと読みます。さあ、これで、えー、よく分かったと思います。はい、教科書の注意書きに簡易検流計だけを乾電池につないではいけないと書いてありますが、つないじゃっていいんです。はい、簡易検流計に直接乾電池をつないでみます。 パ電池の左側がプラス極右側がマイナス極ですさあこれでつなぐと簡易ケル系の針はどちらに触れるでしょうか予想をしてくださいはいではつなぎますはいつなぎましたさあメモリははい 針はどっちを指しているでしょうかはい、こういう結果になりました右側に触れていますちょうど3メモリぐらいですかねはい、右側に、えー、触れましたはい、電流は乾電池のプラス極から電流は流れ出てきて、えー、こっからぐーっときて簡易電流計を通ります 簡易電流計取るときは、はい、左から右方向右方向に流れますから針が右に触れていますそして、えー、このままぐーっときて乾電池のマイナスに戻るというはい電流はプラスから出てマイナスに戻るというこういうことですはい今度は乾電池右がプラス左がマイナス乾電池の向きを変えました さあこれで、えー、繋いだら簡易抜力の針はどちらに触れるでしょうか予想してください繋ぎますはい繋ぎましたさあ針はどっちに触れてるでしょうかはいさあ今度は左に触れています 左に触れました。はい、説明します。乾電池のプラス、プラスから出て、電流がここから出て、ぐるっと来て、はい、乾電力で通るときに、はい、左方向です。左方向に流れているので、はい、針は左を左に動いたということです。そこからぐるーっと来て、マイナスに戻るという、さあ、こういう、はい。 電流の流れる向きによって簡易ケルケの針が左に触れたということです。よかったらチャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。